最近アナベル見たわ。アナベルシリーズ最近見てる。あのアナベル誕生のやつとか、なんかめちゃくちゃ怖いやつ見てる。そう、超ニコニコしてんのロボコ先輩。いやー、なんかもうチョコもともと人形めちゃめちゃ無理なのよ。あのチョコさ、人形にちょっとトラウマがあって、あの人形系マジで怖いのよ。家に人形ないから、チョコの家。そうだからさ、あのえガチでアナベルシリーズガチ怖いの。チョコが今まで見てったホラーって言ったら、エクソシスとか、ファービーだったのよ。そう、初めてアナベルを見た時衝撃受けて、え、クソ怖いやんって思って。そう、配信でもないのにキャーキャー叫んでたからね、チョコ。あ、そう、グレムリンか。いや、ホラーやろあれ、めちゃめちゃ怖いやん。え、みんな平気なんあれ。子供向けのおもちゃ、いや違う。いや絶対違う。いや、キャッキーは怖くて見えてない。あれ怖いやん、マジで。なんか友達ん家にさ、あって、そう、ファービー人形が、いやもう怖くて、チョコだってあれなんか笑い声するやん、ファ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 みたいな。こんな鳴き声だったかは忘れたけど、超怖くて、なんか親が一回買ってったんだよね、なんかチョコちゃんこれって言って、もう怖くて怖くて、チョコその人形がもう怖くて、あの友達ん家に置いてったもん。今だから言えるけど、なんか親が買ってって、あのチョコちゃんこれどうぞみたいな、なんかみんながすごい流行ってるって言ったから買ってったよみたいな。いや、もう眼球ガバーって開いてさ、いや怖い怖いって思って、やめてやめてって思って、あのもう怖すぎて、あ、友達ん家で遊び行った時に、友達ん家のファービー人形の隣にファービー人形置いてきた。いや無理よって思って。そう、あ、チョコダメなのよ人形マジで。そう、すいません、寝る手に勝てな、勝て。